はい皆さんこんばんは安本ひろきですアーカイブ限定おまけ意気込みパート撮ってます今回久しぶりにあのゲストセールスマーが来てくれてますではここでちょっからメールひ時さん安本さんこんばんは先日ポテトチップスで前歯をポテトチップスを前歯で噛んでいたら嘘左の前歯の差し歯が取れましたかなりショックです私の前歯の隙間を埋めてほしいですまあね上手といえば上手でございますがポテチで行くほどの 破壊それは心配だ、ね、まあね歯はね大事で我々もねちょっと歯医者さんとかも僕もまめに行くようにはしてるんですけどまあコロナ禍になってちょっと行く打率が減ったんですねで久しぶりに行ったら「着色汚れ結構ありますよ」って言われて「えちゃんと歯磨いてるしな何でだろうな」と思ったら「うがい薬だ」と「うがい薬は私あのゴリゴリに茶色い毛使ってるもんでございますからそういうのでちょっと着色もあるかもしれませんね」って言われたんでねまめにメンテナンス行かなきゃなと。 思うんですけどあのー、歯石取るあれ何だろうな何か違う痛みがあるよねあれね絶対に血出てんだよな <laughs> <laughs> でもあれやるとね異常にすっきりするんでね気持ちいいからまた歯医者にも行きたいと思いますけど歯は大事ですだから皆さんちゃんと歯医者にも行きましょうで指し歯が取れたらうんすぐにさせ <laughs> はいというわけでそれでは安本浩喜の笑われるセレズマンかっこがり本編をお楽しみください。 安本寛之の笑われるセールスマン。かっこかり。ヘイ、hey, 皆さんこんばんは安本寛之です。この番組は話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報タペックスを紹介したり、関連する声優や関係者の方々ゲストにお迎えしながら、さまざまな A and G コンテンツの魅力情報をお伝えていくトークバラエティ番組でございます。今回はね久方ぶりに。 あのゲストの方が来てくださってるんでねサクサクいきたいところなんですがちょっくらその前にメール、えー、こちらは宮田原さん青井、えー、翔太さんゲスト会配置しましたザ・シャットの蓋が開いているのに開かないという翔太があざと可愛すぎてさすが安本さんとき可愛いツートップと簡単しましたあれは可愛すぎますそれでは暑さ厳しい季節ですがお体ご自愛くださいそうなのよ今暑いののにスタジオの中が寒くて 体が毎回毎回移動するたびにびっくりしますからね皆さんも気をつけていただきたいんですが青井翔太はだって開かないわけねえんですよあいつちゃんと体鍛えてますからわり <laughs> としっかりしてるんですよボディがだからね開かないは、ね、嘘ですだからもうあれはもう青井翔太さんが青井翔太さんを演じていると思ってあっ藍井翔太さんが青井翔太さんを演じていると思って皆さん聞いてくださいねでもね翔太の来た回面白かったっすねいろんな話もできたしなんかあのバカげた話もしましたけどもアーティストとしての 面白側面とか素敵側面もいっぱい放り下げられたんでよくいい回だったんじゃないかなと思いますぜひ皆さんねあのアーカイブありますから聞いてください、えー、もう1個えー、七種のしななさん安本さんといえば小倉唯さんと葵井翔太さん推しということで有名ですがおおそういうわけではないかもし万が一何かのご縁で天地がひっくり返ってこの2人のユニットをプロデュースするとしたらどのような路線戦略で進めたいですかまずはユニット名からお願いしますえっとですねまあ小倉唯さんと葵井翔太さん私がよく言ってるのは声優業界で一番可愛いのは小倉よと葵 翔太ともう一番可愛いと僕は僕の中ですよ安本樹調べですけどそう断言してあの何でしょうね愛を持っていじらせていただいているような感じなんですがこの2人でユニットを組んでって言われたらもうこれは完全に小倉由井さんにはちょっとイケメン役をやっていただきまして青江翔太さんには彼がもう思う存分やりたい放題の,あのレディーの格好をしていただきます。それででもううしょうね 世界観としてはあの宝塚歌劇団的な世界観でやっていきたいと思いますけど、その小倉さんはでもねせ、せっかく的、ね、あの背がそんなに高くないですから、そこら辺のギャップとかもね、楽しみつつでいいと思います。えー、ユニット名は、えっと、安本さん、ないや何でしょうかな。ユニット名難しいな。わ、この大喜利考えてなかった。<laughs> <laughs> えっと、えー、ユニット名は本当、なな何でしようかな。お前が俺で俺がお前でです。 <laughs> というわけでね軽く滑ったところで今日も頑張っていきましょう今日はゲストが来てますからね楽しみに待っててください最後までお付き合いお願いいたします安本弘ろの笑われるセールスマンかっこかりこの番組はニジスタ月経館の提供でお送りします安本弘ろの笑われるセールスマンかっこかり アルゼンマ氏安元裕貴です。そしてゲストセールスマンはこちらの方です。皆さんこんばんは中村修吾です。スタイ修吾安元さん。はいあげます。なんだ急に早くないか <laughs> 説明する前にくれる人いる。安本さん<お>これです。今日はもうちょっと待っていいぞらしい、ね <laughs>。えっと CD が入っている。<laughs> そうです。すごく CD が入っているがちょっと先にやらせてくれ。<laughs> は,いはい。<laughs> これじゃあ後ほどいっぱい宣伝させてくださいあなたがこれの宣伝に来たらし把握していますですがこっち側にもやらなきゃならないことがあるんですよ <laughs> ランド崩していこうかなとそう前回そうで昨年の二二<え>月あ違う二千二十年三月にシングルカラフルのせいですねこの番組に出演してくれましたそ,その後も一緒に生徒休みを担当したりもしてましたよと、はいでまあ、そのの流れもあるんですが今回ですねちょっと前回と違うところがありましてなんとこの番組月経館さんがですねです背中を押してくださってるわけでございますよすごい その月経さん、月経感さんからお酒が届いております。本当だ、月経館ザショットで乾杯しましょう。お手元に匂いはいいですか。今日飲める日?。飲める日で、もうこれで終わりで。あ、でも安本さん、開か、ないや。お前もか。一回、こう、こうじゃ、こうじゃ、こうよ。おい、あかない。振って、腕して、何言ってやがって。ちゃんと開くんだよ。そうなのよ。あいつもだから、あかないって言ってたけど全然簡単に開けてた。じゃ、今日もよろしくお願いします。やばい。 うん。うん今日はね、えー、ザ・ショット華やぐドライ大吟醸を手にやってきますこれ黒いやつですねめちゃめちゃうまい、えー、ここで月経間より好きを楽しむをテーマにあなたの好きな時間や趣味と一緒に楽しめる日本酒ザ・ショットの紹介です 中でも今週はシリーズ全4種のうちの一つ、黒のラベルの華やぐドライ大原酒をご紹介。こちらは青りんごや洋ナシのような華やぐ香りと口当たり滑らかな切れのあるアタジロ日本酒です。そうなんだよね。これ香りがすごいフルーティーだけど、うん、飲み口としてはスッキリしてて。スッキリしてんな。久しぶりに日本酒飲んだ、うん。美味しいですよ。こちら。うん、さあさあさあ続いてはミニコーナー。ワラセルザクエッション。月間ザショットの好きを楽しむというテーマにちなんだ質問にちょっと一つ答えていただきたいなと思います。今日はですね久しぶりに僕集合。 やったもんですから。そうですね。今あなたが好きなものこれを聞きましょう。あなたが今好きなもの夢中になっているものは何ですかと。オーブンレンジ。オーブンレンジ腕時計。えー、腕時計はいいんです。腕時,腕時計はあの別の番組でしっかり特集してもらいましたから。もうそれはいいんですよ。オーブンレンジ。ン <laughs> 腕時計。<laughs> 腕時計の話は後でしっかりをしてますから。するのまだするの。<laughs> オーブンレンジどうしたどうした。どうした最近僕ずっと同じオーブンレンジ。 使っててうん、うん、今までもうどんぐらいでもう7年ぐらい8年ぐらい使ってたもんまあんね。確かに買い時って一見分かんないもんね。ないじゃないですか。パンは焼けちゃうからね。うんうん、で最近で僕あのオーブン機能もともとなかった、ね、レンジだけのやつもなるほど,なるほどあそういうことか。うんうん、でそのレンジがついにこうピッてあったらこうグーって回るんですけど、うんうん、ガチャって取り出したら。 何にも温まってなかった時があったんですよ。ただのターンテーブル。ただのターンテーブルになってて、何これってなったからやっと買い替えれると。で、あのヘルシオってやつ買ってみたんですよ。おお、いいの買ったね。なんかあのネットサービスから急にでかくなったでしょ。めちゃめちゃでかくなって、あのその幅がね、幅という意味でめっちゃでかくなってヘルシオを調べて、超いいですよ。で、せっかくだから。 やっぱいいものを1個持っとくだけででもね正解、うん、安いものよりはちゃんといいもの一を1個持ってたら長く使えるかなと思ってで調べて、えー、買ってみたんですよスチームオーブンレンジですねそ<う>、うんかあれなんかいろいろ説明書分厚くてなんか水入れるとかあったりするじゃないですかそで,す、ね、でその水入れて肉焼いてみたんですよオーブン機能でしたらフライパンで焼くよりもめちゃめちゃしっとり肉焼けてそうね うん、油も下に落ちてるしねそう油も下に落ちててヘルシーだし もう最高だなと思って、だから買い替えで、家電がめっちゃ今ハマってますね。でもね、大事です。僕ヘルシオ使ってるんですけど、僕のヘルシオ、そういうこと、10年近く前で、相当初期型の方。方、えー、でも全然元気だし、やっぱ物いいもの買ってるから。はいはい。今でも全然、あのスチームオーブンレンジとしても使ってるし、まあも、多分ね、今もっと状況良くなってると思うんだけど。はいはい。これはまだそれでいけてるから。なんか、家電が好きですね、だから今、今家電ばっかり見てるな。なでもね、スチームオーブンレンジ、オーブンとレンジがあるじゃないですか。はいはい、舐めてたんですけど、安間さん去年かな。うん トースターを新しく買ったんですよ。お、パン焼くために。と思うじゃないですか。え、須磨さんトースターで主に何やってると思います今。トースターって俺パン焼く以外のことで分かんないんだけど。ね、何ができる。コンベクションオーブンっていうやつで。かか一気に二百五十度とか八十度まで上がるやつで、で温風で焼くことができるやつを買ったのね。<ー>それよすることによって、はい、あの揚げない唐揚げを作っております。ええー、鶏肉入れて。美味しいんですよ。 衣つけて衣がびちゃびちゃ系の衣だとダメなんだけど日清の唐揚げ粉かなあれの粉のやつがあるんですよはい、はい、あいつは刺さってつけて並べてやるとまあ美味しいですそれなんで今日持ってきてくれなかったんですかしかもね,かもねそのコンベクションオーブンジ私のやつはあの全然お安いやつなんですよ 1>,、えー、1万円台で買えるようなえ一緒に夜遊びやってた時はいつもご飯持ってきてくれたじゃないですか <laughs> 今日はちょっと前に2軒現場が一 <laughs> 回間に帰れなくて今日,日本人と一緒にその唐揚げめちゃめちゃ美味しかったじゃないですか <laughs> それはそう <laughs> <laughs> で,うで最近のトースターマジですごいから温度がとにかく一気に上がるから冷凍したパン食パンをそのままやっても一気に揚げてくれるから水分逃げないでふっかふかになるとかやばっマジっすか 楽しいトースターだけ5個ぐらい欲しい。それは意味わかんないですけどね。な何<な>使い用途があるんですかその、えっと。ない <laughs> 意味がわかんない焼。焼きかけ焼きが上がりがち。まそれがバリエダさんとか有名だけどね。ちょっとお水入れて。有名。でもそれじゃなくてももと元々もう持ってる水分を一気に閉じ込めちゃうようなのが結構多いのよ最近。いや今家電ハマってるんでだからちょっと調べてみますわ絶対後で教えるよ。ちょっ教えてください。めちゃくちゃいいかもトースター。トースターの話だけしてたらね先ほど修業がくれたものの話ができなくなるけどいい。あいや。 いやメ本当にあのここカットしてでも使ってください <laughs> ちゃんとアルバムとシングルの話は <laughs> じゃあ一応していきましょう、うん、はい、はい、ここからセールスです来週7月28日水曜日にシングル「壊れた世界の秒針は?」と「アルバムナチュラル」が同時リリースイエーイ というわけで本日二つ二つを持ってきてくれました。はい。俺集合の出したのほぼ持ってんじゃねえかのだから。全部渡してます。ありがた。ちゃんと取ってありますよ。一番最初のやつ買ってくれましたもんね。そう買った。そう。ちゃんとあのちゃんとあのフォトフォトブック欲しくて買った。マジでそれ嬉しかっためっちゃ覚えてる。それちゃんと後ろに飾りながらやってましたからね。懐かしいね。あ、そうなんですか。もうあなたミスタータイアップボーイ。 そうなんですよ今んところ出してるこうパッケージにされてるあのシングルとか今アルバムも含めてですけどあのタイアップついてましてありがたい話でシングルが「フォースシングルがあの壊れた世界の秒針は」という曲なんですけどテレビアニメ「リメイン」の今エンディング主題歌になっておりますで作詞作曲僕しておりますなるほどでアルバムの「のナチュラル」っていうのはあのスッキリの今エンディングになってますねこれの,なこのナチュラルでは曲があるのね はいナチュラルのアルバムの中にナチュラルっていう曲が入ってますナチュラルがすっきりしてるのねすっきりしてますなるほどナチュラルがすっきりしてるだから前回来たカラフルの時もすっきりしてたんでありがたい話ですすごいねチョイコさんあなたこれ作詞作曲っておっしゃってますねこちらのそうなんです壊れた世界の秒針は壊れた世界の秒針はで三曲書いてるんですけど壊れた世界の秒針は XXX で水槽の花っていう曲があるんですけど XXX と壊れた世界の秒針は僕が 作詞作曲してて「な水槽の花は幸子さん」っていうね、うん、方が書いてもらってますねこれは結構今までのタイトルもこんな感じのタイトルなかったじゃんなかったんですよ割とシンプルなタイトルが多かった印象なんだけど、うん、その中でやっぱり「Remain」っていうアニメのエンディング主題歌ですという話をいただいてからそれこそ脚本を見させてもらって、うん、で最後までオリジナルの、あのー、作品だったんで こうどういうものになるかなってワクワクしながら見たんですけどまあこのスポーツもの「のアニメなんですよリメインというのがね水球のアニメで僕『水球全然知らなかったんでネットとかで調べたりしながらちょっとスポーツ見てたんですけどまあこの作品がただのスポーツアニメというよりは結構ね主人公があの記憶喪失になっちゃったりしてあのなんだヘビーな内容から始まるんですけどだからそういう部分とかも含めてあの歌詞に。 あの主人公の僕が思う主人公の気持ちをなんか落とし込みながら書いたなこの曲はそれで今までと違ったちょっと曲調とタイトルになりましたうん、うん、タイトルも集合を考えたそうです曲もね、あのー、水の水球の作品だから A メロとかはちょっと水の中を漂ってるような A メロとかにもしたんですよ作りながらかっこいいんでぜひ聴いてくださいちもちろんもちろんまあでもジャケットの雰囲気とかもちょっとなんか,なんかちょっと中二チックですよね なんか顔に手をやるのはもう大体中二だよね <laughs> <laughs> こ。こうしがちだよね。そうですね。うん <laughs> でもまあこれも何か一つの世界観だからね,ね何かの表現だとは思うけれども、うん、確かに今までと全然違うんで確かにねそうだよなだってカラフルだってそうだしさビタミンカラーの印象が非常に強かったからさ今回は結構完色なんですよね,ねだからだ、ね、今までがまあアルバムはかなり暖色寄りなんですけどシングルの方は完色ですねだそういう差をつけようと思って同時発売なんでこれ7月28日どっちも出るんだなるほどねこちらのね「その壊れた世界の秒針1」の方でございますが MV も入ってるわけですけども そううでです撮影どうでしたかいや今回また不思議なあの撮影で、うん、あの一番最初「ヒアカムズ・ザ・さんっていう曲で僕デビューしてるんですけどちょっと <laughs> 買っていただいてどうもありがとうございます <laughs> ちゃんとねお店行っていただいてもうでその中でですねあの MV 撮ってもらった鳥畑監督っていう女性の監督がいるんですけど。うんうんうん 鳥畑監督に今回またお願いさせてもらってフォースシングルの「壊れた世界の描写」を MV 撮ってもらったんですよ、うん、あでも全く違う世界観になるね同じ人なんにねそうなんですんだから曲も全然違うから「あの日アカムズ・ザ・さんはすごく明るくて爽やかで朝のイメージだったんですけどこれはなんかどっちかというとなんか暗いイメージという感じなんで明るさ的には。 そうだよね。だって日向松田さん余計考えて太陽来たぜっていうタイトルだもんね。太陽がやってきたみたいな。今回のやつはもう結構不思議な撮影で水の入ったグラス地面にめちゃくちゃいっぱい並べてその真ん中で僕寝てたりとかやってんね。やってますよ。やったね。ハズイハズイハズイ。いやもうそれが乗っちゃう乗っちゃう乗っちゃうんすよ僕。いいね。いやでも乗んなきゃだめだよ。乗っちゃうんすよあの。 そういう時、うん、まあ撮影させていただいてる時とかあの恥ずかしさとか正直僕一切ないんですよあいいねアーティストになるべきしてなってるよ、えー、なんかのそのなんか状況でじゃ一個のいいもの作っていこうっていうのの方が強くなって、うん、なんか乗れるんですよねその時それは素晴らしいらこういうポーズとかも全く恥ずかしくなくやってます <laughs> あこそこが俺との違いもうダメもうれ <laughs> えそうそう照れますよね、えー。写真チェックできなくなっちゃう。<真> <laughs> マネージャーにいつも怒られる。ええ。えそうそう。自分で写真チェックやってくださいよちゃんと。<laughs> いやでも本当にだからこの中でそういうなんかカーテンの中に包まれたりとかすごい不思議な世界観でやったんでうん、うん、あのー、今 YouTube とかでね、うん、あの見れるんであの無料でぜひぜひ見てほしいなと思います MV。でもね私がいただいたこちらはあれだからねブルーレイが付いてるからね。そうメイキングが入ってます。はい。 こちらの方もちゃんと僕が聴いてみますんでぜひぜひ見ることもします聴くこともできますんでよろしくお願いします安本<ー>さんの一言で買ってくれる人いっぱいいるんであのこれおすすめだよって言っといてくださいねちゃんと聞いて、えっと、はい <laughs> <laughs> でもあれじゃあシングルだけでもこちらも3曲が入ってるわけで,、はい、でプラスアルバムがあるわけでしょですよで同時進行でしょ同じ発売日ってことは、はい、大変だったんじゃない普通にあの普通にっていうかめめちゃめちゃゃ大変でした <laughs> だろうねだって その声優業とこのアーティスト業で一緒の日本柱でやらせてもらってるんでもちろんあの声優の方のチェックもありますしいろんなラジオもあるしいろんなことが同時進行で進んでいく中制作っていうのが一個乗っかってくるっていうのは結構しんどかったっすねこの三ヶ月作ってる3ヶ月ぐらいの間これアルバムとシングル僕3ヶ月で作ったんですよ。 もう俺はあのその世界をあまり分かってないけど純粋に曲の数からして上気をじしてるもともとの表題曲とかねあのアルバムに入ってますけど、うん、それでも7曲ぐらいは書き下ろしてるんであそうだねこれ「カラフル」とかそうだよね、うん、でシングルも含めたらもう、うん、言ったら10曲ぐらい書いてるわけですよその中でアルバムとか あの作る人によって一年かけて作ったりもするんだけど。ガンズアンドローズなんて一枚出るのに何年待つんだよって話だからな、<laughs> もう昔の話ですけど。まさか俺の曲の話でガンズ出て出,出るとは思わなかったよ。アブタイとボディスロックンか <laughs> どれぐらい待たすんだよって話なの出んのこの話。<laughs> <laughs> いやその話もおもろいんですけど。<laughs> だからもう結構ずっと毎日あの家に帰りながらセーのチェック終わった後にそのまま寝る時間削って曲とか書いてたんで。ん<の>じゃあ思い出も深いね。そうですね。 あの途中でだからもうこの期間で言いたいことねえよとか思ってきちゃってうん、うん、言いたいことねえなって思って一回作るのバツってもう納期もあるんですけどやめてあの思いっきり遊びましたゲームしたりとかあのネットでご飯頼んで食べたりとか,なんかそういう楽しいことをなんか友達とオンラインでゲームしたりとかね,あねアウトプットばっかしてるとねうん、うん、カラカラになっちゃうもんね いっぱいこうね、あのお話とかもしてたら、うん、だん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 また言いたいこととか出てきて、それで書きましたね。だから自分の向き合い方とかのなんかあの気づくきっかけになったこのアルバム作りとかが。素敵な話。 うん、ぜひ皆さんこちらのねアルバムナチュラルソースシングル壊れた世界の秒針輪の方もね聞いていただきたいんですが、はい、今日はねそんな守谷さんのために皆さんからメールも来てるんですよやったちょっとメールも行きましょうよお願いしますこちら佐藤コさん中村さんファーストアルバムフォースシングルリリースおめでとうございますありがとうございます先日ツイッターでご飯屋さんでつけていた仮エプロンを取り忘れたまま外を歩いていたと話していた可愛い中村さんに質問です最近あったナチュラルに恥ずかしかった出来事ありますか安藤さんが俺もから安藤さんの恥ずかしいエピソードもぜひ聞きたいです可愛くないですか。 うんやったね。これこれマジでやってないんですよ。で嘘ついてるんでしょ。本当は外して出てたんだけどついてきた亭でつぶやくとこれいけなくなったんでしょ。思ったでしょ。俺のことなんだと思ってんのよ。やるやつやるやつ。あのやすもさん間違ってないんだけど。やるやつなのよ。やるやつなんだけどこればっかりはマジでやってないの。あのそれこそだから。 昼にねうん、うん、ご飯一人人、あのー、食べに行ってそしたら、あのーまあ、いつも行ってるところだったんでんだろう普通に、うん、いつもいつも通り食べてで「ありがとうございました」って言ってこう帰ってその時にいつもこう接してくれる店員さんが不思議な目で僕のこと見てたんですよ「す、あのー、あれなんかずっと俺のこと見てるなあ俺のこと。 あの声優っって気づいちゃったかなってな,なるほどってあのしかもさっきね安本さんが言ってくれたように僕、うん、あの別番組で時計も買わせていただいたから、うん、この時計のこととかも知ってんのかなとか思って,、うん、っってこの時計見てんのかなって思ってスってなんだろうなと思いながら帰ったら信号のあたりでこうやって胸のところを書いたらファサーって <laughs> エプロンがついてたの紙エプロンが。<laughs> それで見ててたんだと思って神エイプロンつけっぱなしは俺も経験はないわけじゃねえんでぶっちゃけほら安本さんあるでしょだってそういうところあるもんただ本当 <laughs> 普通に何かスマホとかいじっちゃってて <laughs> はい、はい、でなんかもう食べ終わってもうそれですぐ出ようと思うけどちょっとなんかスマホいじっちゃって一個違うの挟むと結構忘れることあるんだよ俺。<laughs> わかるその時もスマホいじってたもんなで,ててでもでも比較的できてすぐにファサーって風でなびいてもう何事もなかったようにそのなびいたのがまだ下に落ちる前に引きちぎったよ <laughs> <laughs> 何事もなかったんですっていう感じで歩いたいでもそういうことなんですよ <laughs> 結局俺もだからそのスマホいじっちゃって出た後に、うん、それで気づかなかったんだろうな、うん、っていうのは分かんなくはないね恥ずかったなあれ今日やった恥ずかしいこともあるんだけど今日普通にあの コンビニに行った時に、うん、あのスマホでいつも s スイカで払うのに何かしんねえけどお財布でからお金出そうと思ったけどお財布を持ってないくてはい、はい、あ,あ俺どうしたんだどうしたんだどうしたんだと思って今日あのそういえばあの家,家から宅急便を送ったからその時にお財布を玄関に置いてきたってのを思い出したのがさっき。う スイカ決済とかねスマホ一個ありゃ全面いけちゃうからあ,、ね、まあ,ありがたいしねこの衛生面考えてもキャッシュレスってのはいいことなんだけどすすごいですねね今の時代、ね、こんなん23年前に想像もしてなかった世界来ちゃってんだなと思うよね。 安本さんってだからあるんですよだからあのね僕と一緒に番組やらせてもらってた時も小道具で使うやつをコースターにして <laughs> 小,小道具で使うっていうだったのを自分のコースターにしてて飲み物を置いててあの使う道具は使う道具はって言って飲み物の下にあるよっていうのとかもあったりしてね,ましたね意外と天然なんですよね安本さん。いこうかなはい、はい そうあれはねでも本当コースターなんか水滴つくからコースター欲しくなっちゃうんだよね <laughs> スターブライトセールさん、はいえー、今は新しいところで今は新しいところでよろしくやっているシュさんですがお二人といえばブンブンチョッパーを思い浮かべます、はい、今はエクスカリーバー新しい武器にして安本さんですか、うん、シュさん今ハマってる調理器具や食材ありますまあでもこだからオーブンレンジそうそうさっき言ってたオーブンレンジをね買って肉焼いたりとかな何を焼くのなんかいろいろ いいろろ試してます本見たらこれも焼けますあれも焼けますみたいになってるんででも最近はあのを焼きましたあーいいねめちゃくちゃうまかったいいねいいねそういうのいいねあの電子レンジでやっちゃうとあのう、ね、どうしても周りのパリパリがね,ねな,なくなっちゃうからあのオーブンあるんだからこれができるわと思って。 そうそうそうあでもねーオチモブレンジもさっき言った揚げ物みたいなこともできるからねあ、そうそうそ,うそう。うう揚げ物ができるって書かれてるんですよそうそうそうできるできるいわゆるノンフライヤーとしても扱うこともできるんだ、ね、よっていうことなんですよねうん、うん、今だってもうポットみたいなさ、圧力鍋みたいなでっかいのにさ食材全部ぶち込んだらもう料理できちゃうとかあるんだよんいやもうえぐいっすね未来未来っすね令和未,未来だった <laughs> やばいなだから。 安本さんと会った頃なんて本当にマジで料理しな一切しなかったけど、うん、でも安本さんがなんか簡単な料理を教えてくれてだから、ねまあ、レンチンみたいなことオーブンでチンですけどす徐々にやってますよそうそう家でねちょっとだけ食材があったら外に行かないでパパッとできるかそうん、か簡単に言うとカット野野菜菜とソーセーセジがありゃも<あ>もう野菜炒めなんだよで本当にそのレベルカット野菜とかでいいのよ最初は、うん、全然。 いやうまいっすよね,ねこの本当にただの雑談をしていますが来週はちゃんとアルバムの話も聞いていきたいと思いますので皆さん待っててくださいメールもね、来週また読みたいと思いますからよろしくお願いいたします皆さんメールありがとうございましたありがとうございましたこれからもお待ちしています 安すもとの,の笑われるセールスマンカッコカリエンディングの時間ですこの番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますおはがきの宛先は郵便番号1058000に文放送やすもとひの笑われるセールスマンカッコカリまでメールの場合は w s ーク j q r n e t w s ーク j q r n e t までお願いしますそして番組公式ツイッターも稼働中ですぜひフォローしてくださいツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグわせる漢字の笑うにカタカナでセールをつけてくださいまた YouTube20 社チャンネルでのアーカイブ配信もあり アーカイブ限定の意気込みアバンも聞けますのでよろしくお願いいたしますそのもので集合さんありがとうございましたありがとうございました改めて告知をしちゃってくれいはいえー、ファーストアルバム「ナチュラル」そしてフォースシングル「壊れた世界の秒針は」が7月28日に同時発売です、うん、あとツアーもやるんで、ね、この話は来週するよはいぜひぜひ皆さん来てくださいねよろしくお願いしますはいというわけで,です、ね、ツアーはそうかライブってピンではないまだ ないすだからあの<ー>ワンマンが俺人生で初めておおすげえ音楽やってた時代の時もワンマンってやったことなかったうわー対番だけだったんでめっちゃ緊張しそうだねそうなんですよ今緊張してて。<laughs> そうかそうかうでもねできるねご時世にね近づいてきてるのは本当いいことだから、はい、ぜひ皆さんそこら辺の話も来週聞きますんで来週も楽しみに聞いてくださいはいそういう風にね来週来週言ってますから集合さんも来週もよろしくお願いいたしますお願いします来週も来ますはいテレモンでこの番組のお相手は安本裕樹と中村集合でしたお疲れ様でした,でした安本裕樹の笑われるセールスマンかっこ,かりこの番組は虹スタ月景館の提供でお送りしました